皆様、明けましておめでとうございます。これが私、ボビー柔道がお送りしている外国人はどう思う?という動画シリーズでございます。今日の話題は決まってますよね。お正月、外国人は日本のお正月どう思いますか?まずアメリカではお正月のお祝いは、まあ、日本と違いまして、元日やもうお正月っていうよりも New Year's Eve がメインイベントですよね。もう本当にただの大きなパーティーでシャンパン飲んだり踊って盛り上がったり、12時になったらミッドナイトになったら誰かとキスをする習慣ぐらいしかないので、まあ、そういうアメリカから見た日本のお正月はちょっと面倒くさいかもしれません。まあ、今大げさに言ってますが、日本のお正月は本当年末年始は忙しくてせねいかんことがありすぎて大変と思うのは私だけじゃないですよね。年賀状も書かないかんし、すす払いもせねいかんし、しめ縄を用意して、餅つきして、お年玉を用意して、初詣、三社参り、もう忙しいでしょう。アメリカではすす払いのような1年に1回の大掃除というのはあるんですけど、それはスプリングクリーニングって言って春に行われます。で、年賀状のような存在のクリスマスカードやハリデーカードっていうのはあるんですけど、本当になんか送りたい人が送る感じ、なんか日本のようになんか義理で送らなきゃいけないという感じはそこまでしないんですよね。でもですね、日本は年末年始の一時期に済ませなきゃいけないことがたくさん詰まっているから、まあ、大変は大変だけど、そのお正月らしい伝統がたくさんあるからこそお正月っていう感じがします。例えばもう年賀状を書くのは嫌がる人でも書き出したらですね、その1年間お世話になった人々との思い出も浮かんできますし、そしてその前の年のいろんなことを振り返ってみる大事なチャンスとなるでしょう。そしてそれ以外の、他のお正月の準備が終わりましたらですね、自分の家族とゆっくり過ごせるから、まあ、すっきり感、まったり感が確かにあります。アメリカのただの大きなパーティーと比べたら、日本の方が本当にその1年間のサイクル、1年間の循環期が綺麗に収まった感じがしますし、本当にリフレッシュした上で新しい1年間はこれからスタートするぞというふうに感じます。それが私の日本のお正月の好きなポイントですね。まあ、それと、奥さんの実家でみんなで仲良くゆっくり過ごすこと、お父さんとお父さんを飲むこと、子供たちの、お年玉をもらった喜び、まあ、いいところはたくさんあると思います。皆様ぜひ自分の、お正月の好きなところをコメントで教えてください。では今回の外国人はどう思う?は以上です。今年も YouTube にたくさんの動画をアップしたいと思ってますので、皆様ぜひ YouTube、Twitter、Facebook などで2014年もぜひよろしくお願いいたします。 Happy New Year! See you soon.